はい、というわけで今日はあの新型デリカを早速いびり倒したメーカーさんがね続々と出てきているということで、埼玉県は越谷市にありますロードハウスさんにお邪魔しております。新型デリカのマフラーの取り回し、こんな感じになるんですね。というわけで、あのちょうど TDI のメーカーさんがいたので、調子悪かったね。あのソフトの方を今修理してもらっています。はい、というわけで、サブコンの方で、ね、今見てもらったんですけど、やっぱりあの異常な信号が出てるということなので、結局誘因になってしまいました。で、メーカーさんとしても細かいバージョンアップを何回かしてそうなので、最新の状態になって帰ってくるそうなんで、そちらで、ね、帰ってくるのを楽しみにしたいと思います。